今日はとっても雪があるので、ハロさんと遊びに行きました。話してみたんですけど、ハロさん倒れ込む、ピクピクする、潜り込む。ハロ大丈夫か、ハロ何をしているんだい。楽しそう。キッカー一生懸命雪食べて、私サンダル。あ、また潜り始めた。ハロどこ行くんだい。雪楽しいのねえ、楽しいね。あ、また潜るの楽しいの。雪食べちゃうの、ひたすら雪食べるキッカー。どうぞハロ。ワンワン、何があるのか。ワン、そしてまたズボッ。ハロはとにかく雪にズボッてするのが好きなんですね。もぐ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 。雪国のワンワンは多分雪食べたりしないんでしょうけどね、珍しいので雪食べちゃうんです。ズボズボ、楽しい楽しい、なんか楽しい楽しい。ズボって言って獲物を探す。何を探してるんですか。雪の下にいるネズミやウサギなどのげっ歯類の生き物を狩るキツネみたいなと思ったら、キッカさん突然雪上うんこ、雪うんこ始めましたね。雪うんこって回収すると雪がたくさんこう取れるんで、非常に回収しづらいというか、すぐうんこが冷えるのでうんこが硬くなるというか、私サンダルなのでズボズボそこまでうんこ回収に行くのがこの後大変だったっていうか、まあそんなこと知らずですね。おー楽しいワン、楽しいワン、楽しいワン、楽しいね。ちなみに今日も昨日も1時間ぐらい雪で遊びました。楽しいね。おいでおいでおいで、帰るよ。おいで。やだワン、断る。おいでおいで、断る。ね、でも来てくれたね。ね、また遊ぼうね。